皆さんお疲れ様です。ゆいです。今日はですね、迷惑系 YouTuber、ヘズマリュウについて僕なりにお話したいなと思うんですけど、まぁ、ちょっと人と考えが違うんで、また批判されるような感じになっちゃうかもしれないんですけど、このヘズマリュウこと原田翔太容疑者が最近また再逮捕されたということで、牢屋から牢屋に移動したんですけど、この再逮捕については、ヘズマリュウだから逮捕されたんだなって感じましたね。なんでかって言いますと、例えばこれが人気 YouTuber だったら、このアメ村での業務妨害で逮捕は、まあ、なかっただろうなって思いますし、例えばヒカルさんとか、朝倉未来さんとか、まあ、こんな感じの内容の動画もあったんですけど、まあ逮捕はされなかっただろうなと思いますし、まあ、ヘズマリュウは、敵が多すぎるんで、まあ、もしかしたら再逮捕とかもこれから出てくるかもしれませんね。柴田さんが訴えることもできるっていうふうに言ってましたので、そういった違うことでも逮捕は十分にあり得るなって思いました。ただ今更かもしれないんですけど、このヘズマリュウすげえもったいないなって思いました。最初は山口県の PR 活動、おすすめの場所を紹介したりといい動画を上げてたんですけど、それだと再生数が全然取れないということで、まあ路線変更して迷惑系の方に行ったんですけど、まあその時は迷惑系も全然いなかったんで、まあ一気に長売れて、まあそれで味を占めたのか、そのまま迷惑系のまま行っちゃったんですけど、まあその迷惑系がちょっとどこかで止まって、ある程度知名度稼いだ頃にまたいい動画、山口県 PR するじゃないですけど、まあわざと知名度上げるためにそういうことをして路線をまた途中で変更するんだったらよかったなって思いましたね。まあ僕は正直ヘズマリュウ、いや、これまた批判されると思うんですけど、悪いやつだとは思わないですね。結構いろんな講師とかカウンセラーの仕事とかいろいろ仕事をしたりして、いろんな方とお話とかもしてきて、いろんな人を見てきたんですけど、まあヘズマリュウは、僕はあれはキャラでわざとやってるのはもう見え見えだなっていうのもありましたし、ユタポンもこの前動画出したんですけど、まあ、ユタポンとの動画でも結構子供が好きな感じが出てて、あれが素なんだろうなっても思いましたね。子供との遊び方がすごい上手くて、あれはすごい僕の中でヘズマリュウのあの動画好きでしたね。子供と楽しく遊んで、あれはちょっといいなと思うんですけど、まあ、やっぱそういった動画伸びないんですよね。やっぱりちょっと変わった動画とかが伸びて、まあ、実際僕も批判されるような動画の方がすごい伸びて、そしてチャンネル登録者数も増えるんで、まあ、やっぱそれをしてしまうとそればっかりしちゃうなっていう人も分からぬかないんですよね。まあ、なんで本当になんかヘズマリュウはもったいなかったなーって、正直もう YouTube へ戻ってきたとしてももう厳しいなっていうのはここまで来ちゃうとありますね。本当にあの路線変更で迷惑系 YouTuber じゃなく闇を暴く系の方が向いてたと思います。本当に体もでかくてレスリングで国体出たり、もうめちゃくちゃ強いですし、実際柴田さんとかも逆に柴田さんがこう喧嘩売っといて帰り討ちに会ってたり、あの方もプロレスラーだったのですごい強いはずなんですけど、それを逆に帰り討ちしてるぐらいなんで、まあ本当に強いんだろうなって思いますし、僕もずっと格闘技とかやってたりするんですけど、まあ本当にそんな悪い人には見えないなって思うんですよね、どうしても。なので途中で路線変更して本当闇を暴く系、まあ YouTube 闇を暴く系は設定は結構埋まってますけど、まあ最初はヒカルさんやったり、あと江戸さんとか、まあ、そっち系では結構売れてて、まあ、ヘズマリュウもそっちの方でもかなりいけたなって思いますね。でみんなからも、うわすごいヘズマさんとか、そういう悪い風に言われるんじゃなくていい風に言われたんだろうなって見てて思います。まあその人と同じことが嫌だとか結構言ってたんで、それだったらそのトツルで迷惑系だったんですけど、トツルはトツルでも、例えば最近だったらフィッシャーズのペケタン、いろんな自分のファンの女性を食い散らかして、まあ相当女性にひどいことしたんですけど、まあそういった悪い人にトツルだったら、やっぱまた風向きは変わったなと思いました。悪いことした YouTuber とかにトツルだったら本当に良かったなと思います。メントスコーラもあと古いですし、まあ、見ててメントスコーラちょっと気持ち悪いなと思ったんで、まあ、普通にインタビュー式でその出てきたところを、女性とはどういったことをしたんですかとか、実際そういうことをしたんですかって、普通にもうマイク、あの先端がスポンジのところのようなやつでこうインタビュー普通にしてれば別に良かったんじゃないかなと思いますし、それでもじゃあ十分面白いですし伸びたなって思います。なんだかんだ言ってこう皆さん結構ヘズマリュウのことを批判してるんですけど、それでも今年の YouTuber の顔はヘズマリュウでしたし、なんだかんだ言って僕の周りでもみんな見てましたし、面白いというか動画見ても、まあ、みんな引き込まれたり、実際僕も結構見ちゃったりしたんで、新しいものが見れてやっぱりすごかったなーっていうのは思います。いや本当にヘズマリュウ、原田翔太容疑者もったいなかったなーって思いました。